よし、治療は終わりだ。もういいよい。手当てはしたし、再生速度も上がったはずだ。明日には飛び跳ねられる。ありがとう、マルコ！大好き！マルコ！マルコさん！あたこりが好き！あっちの山でね！マルコ！ここは親父の作った村だよい。海賊になってからもこの土地を気にかけ、家族は元から、友人ももういねえが、この島が故郷だからだ。親父は人の酒を欲しがるし、店で酒をおごってくれたこともねえ。自分の宝の取り分は全部ここに貢いでたから。ここはつまり親父さんの最後の片身いうわけか。赤髪が墓も近くに建ててくれたしな。そういや、今七部会のウィーブルってやつが親父の実の息子と名乗り。おお、ありゃほんまか。男女のことだ、何とも言えねえが、俺もここもやがて狙われるだろうよい。三十何年前か四十年近く前に親父と同じ船に乗ってはいたはずだ。麦わらのルフィにこれから会うなら伝言を頼みたい。猫まむし、和の国へ行くって。お、何しようってんだ。和の国でカイドウ。よし、四皇カイドウ。ルフィのやつ、今度はカイドウに喧嘩を。